ははいいまこんにちはお久しぶりでございますえっ、ー、とですねあの今日はですねあの <laughs> バーガーばか一台代ですねまあちょっとお休みさせていただいてですね <laughs> あの <laughs> えっとですね滅人っていう世界観をちょっとお話しさせていただこうかなと思いますね。 えっとですねあのまあバーガーバカ一代につながっていく話なんですけども何、まあ、て言うんですかそのリミッターって皆さんあるんですよリミッターがですねあのそれって結構自分が生きてきたその固定観念ですよねでまあ実際あの まああいったねあのじ民家というか住宅地であのそこまでねあの繁盛できるお店っていうのはその <laughs> 考えられないですし普通でしたらね、うん、で、まあ、実際でもあのあいった場所で、まあ、人を呼ぶっていうことが私はできたんですよでそれは何でできたかっていうと やっぱりさっきも言ったように自分で思ってるそのリミッターですねそれをまあなくしたとまあただこれだけなんですねなのでまあここはこうだからだとかまあ例えば天気だからとか雨だからだとかまあ台風だからとかまあそういうなんか周りがこうだから自分もこうなんだって思ったら まあ実際そううなっちゃうんですよでもいやそんなことはないとあの自分ならあのできるんだというところで,ですねやっていくとまあそこがですねあの滅人って言ってですね全てを自分の中から固定概念を全部消し去っちゃった状態なんですねはい。 でまあ、結構これ無の境地だとか、まあ、そういった感じでですねあの言われることが多いんですけどもですがまあ大概ですねもうこの世を生きてる方は、まあまあ、今まで生きてきた経験値ですよねそれで得た結果で、まあ、大体ご自身のデータが蓄積されてるのでそのデータの、えー、こ前こうやったからこうなっちゃったとだからそれ 多分似たような感じが来るとです、ね、あま前もこうだったからこうなっちゃったからあのこうしないといけないっていう、まあ、その経験値ですね刻まれたその細胞に切れまれ刻まれたですね経験値によって導き出す,しするわけですね普通の方々は。ですがあのまあなんていうんですかそれもまあ一つのやり方なんですけども。 実際じゃあ,あのなんていうんですかねそれが来るたんびにその前と同じようだと困まあ困らないことであればいいんですけど困っちゃうことだとあの嫌じゃないですかあのまた同じふうになりたくないと思いますよねですからあのもしそういったものが同じ状況が来てもですね あのただ生還するっていう感じですよねそれに引っ張られないようにしてあのただ生還して、まあ、その何かをその願わずですねただ、えー、淡々と黙々とやっていくと、まあ、そういう感じですかねなんでそういうことを繰り返していくとまあ自分の人生がまあ今までそれでまあだいぶ 経験値が積み上げられてきて、何を行うのにもそのご自身のま回路もう思考パターンですよね。まあ、それによって毎回やってたのがその癖がなくなるっていうことなんですよ。癖が。だから癖っていうのは別にいい癖もあるし、悪い癖もあるし、あの別にこれは本当に何て言うんですかね？あの。 一概にとは言えないですけど新たな自分を発見するとか概念や常識や、まあ、そういったものを覆していくっていうなるとその塗り今までこういう風に自分がやってきた <coughs> 思考パターンがめちゃくちゃ邪魔なんですよ。ですからよくご自身であの自分を塗り替えるだとかプロスポーツ選手ですとか、まあ、特にその1回うまくいった。<coughs> ことは全部その捨ててっちゃうとかっていうこと言いますよね。ですからまあそういうことなんですよね。だから自分が今まで生きてきたその思考パターンによって全部皆さんやられてるんで、そうではなくて、まあそういったものは一切全部捨ててやっていくことで新たなご自身の日常が塗り替えられていくっていうことですね。はい、そんな感じでございます。なのであのあんまりですねその。 ですから悲観的に考えずにですね、あのー、まあ自分がいかに劣勢であろうという優勢であろうとまあその、あのー、一喜一憂せずですねまあ淡々とですねあのー、その、えー、今まで、えー、積み重ねてきたそういった、あのー 答えですねそれを全部、えー、捨てていくとまあそういった感じでやっていくとあむ無知な自分が、えー、し見たことない自分が現れてきたみたいなそういう楽しい毎日がですね楽しい日になっていくと思われます私は毎日そういった感じでまあ、お店やってる時はやってましたねはい。 まあ今日はそんな感じですね。またバーガー列伝、えー、近いうちに、えー、お話し,しますんで、まず、あ、はその塗り替えるってことを今日はお話ししました。塗り重ねない。